足の悩み相談室ウォーキング専門店フラット仙台北東口店の佐伯でございます。え本日はですねひも靴、えー、この紐しっかり確認してみませんかということで、えー、足がぶつかって痛い、タコマメが最近できる、あと疲れにくい、あとはですねその他膝に負担がかかる腰がちょっと痛いなという場合、えー、もろもろいっぱいありますけど靴ひもがです、ね、緩んでなっている場合がございます。えー そういった場合はですね、えー、しっかり、えー、まずは靴ひもを見直してみてはいかがでしょうか、えー、靴ひもを締めて安定することによって、えー、ここのかかとの部分がしっかりホールドされてぐらぐら、えー、ぶれないので膝や腰また足のタコの具合も、えー、負担が楽になります是非、えー、本日は、えー、ひもしっかり結んで安定させて歩いてみてはいかがでしょうか こういうこともお店の方でお話してますのでぜひお気軽にご来店ください。皆様のご来店おお待ちしております